ちゃん。こんにちは。豊さん、はい、まあ、どうしてもセリーグのこの競り合いというのが話題になってしまいますけれども、今パリーグ2位の日本ハムが一番熱いということで、現在2位で貯金13、そして3位のロッテをぐいぐい引き離しにかかっているという状況。なんかさ、一時期5割に逆戻りしたら、あれれと思ったらもう一気に13貯金をしましたよね。すごい勢いだよな。で、豊さんが新庄監督に話しに行かれた時に貯金11っていうキーワード出てます、ね、おっしゃってましたよね、うん、もうそこからもうガタガタっと減ったんだけどさ、最初そうでしたね、やっぱ難しいのかなと思ってたら、はい、一気に超えてったな。超えていきました。で、しかもやっぱりあの貯金ですと、その、ね、首位を独走しているソフトバンクに勝ち越したっていう、うんうん、そこでなんか勢い持っていって、さらに、まあ、ちょっとあの火曜日の楽天戦になりますけれども、これ3対3で引き分けたものの、最後ちょっと、ね、ピンチを救っての、あの斎藤投手であったりとか、あんま自作自演だもんお前自分でね、ピンチ自分でほんでガッツポーズされてても野手はたまったもんじゃないぞお前。そうですね、確かに。いやもうそらプレッシャーかかるもんお前。ただあのガッツポーズでマウンドからこう降りてきた時に新庄監督がもう大受けしていて、いやいやすごいって。いやそらそうだよそらさ、監督としてはもう、あ、もう覚悟したと思うよ、まあ、ノーアウトまで自分のミスでみたいなでしたよ、ね、抑えられるような雰囲気なんか全くなかったからそうだったんですね。楽天もガチガチになってたのなんか、うん、でしたね、うん、まあ、だけどよく抑えたよな。そうですよね。いやでも新庄監督というと、やっぱりこの1試合ごとにその自身のインスタグラムで、今日の試合はこうだった、今日のヒーローのこの選手はこうだったっていうのを必ず上げていて、しかも長文で、そういうのも何かこう選手に響いていたりとか、ファンに届いていたりとか、そういうのも含めて選手の起用も、まあ、必ず選手は見てるからね。見てますよね、うん、だからやっぱこうな、取り上げられてもらった選手なんかは、はい、まあ多分嬉しいだろうしね。そうですよね。で、中でもやっぱ後半戦、ここに来て、まあ、後半戦になってやっぱり清宮選手が覚醒してきたりとか、あとここに来て浅間選手が、例えばね、セーフティーだったりスクイズだったり、非常に野球のが素晴らしいと言われて、あとレイエスが、レイエスは、来ましたね、よく我慢したねただね、キャンプの時に会った時に、はい、レイエスがオープン戦というか練習試合とか、うん、まあ、他のチームと対戦をしている時の配球をよく見てるんだよね、自分は出てなくても。あ、そうなん、あ、やっぱ勉強してるんだよ、勉強家なんだよ結構。へ、俺にはこうやっぱ変化球が多いなとか、はい、速い球だったらインサイドかなとか、うん、まあ、いろいろこう知識を膨らましてるんだよね、うん、まあ、その集結がここに来て出てきたというかさ。豊さん、今年スティーブンソンとレイエスを開幕前に見たときに、やっぱりレイエスが打ち出してくれるとチーム乗っていくよねってことをおっしゃってたんですけど、まあ、ね、まさに今そうなってますよ、ね、スティーブンソンがちょっと期待外れなんだけどそうですよね、今合いますけど、まあ、ちょっと流れが悪いなっていうね。うん、で、まあ、新庄監督も戦力にしようと思っていいポイントで使ってんだよ、分かってんだよ、ここは浅間使った方がいいとか分かってるけど、ここで使ってスティーブンソンが打てば、これはやっぱりみんなの仲間入りもするし戦力になるっていうのを分かってて使ってるんだよ。そうなんですね。いやいや、そうしたいんだよ多分、一人でも戦力になるように、一人でも落ちこぼれがいないように多分新庄監督はしたいんだと思う。あ、意味のあるっていうことだったんですね。そうそう、いやだからあえてここで打ったらでかいなって言ったところでスティーブンソンを使ったりとかしたんだよ、はい、でそれ期待応えられないから、うん、もうあの冷静なスティーブンソンがベンチの中で暴れてたんですもう悔しいんでしょうね、自分に対しての。いや、そう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 まあまあ、だけどやっぱこう手腕というかやり方というかね、はい、粘り強くもなったし、うん、ねえ、強くなったな。なりましたよね。それとやっぱ選手がこう余ってきてるというかさ。そこですよね。よくあそこまでみんなを育て上げたよね。でも3年間、わずか3年間。その代わりもう雨と鞭というかさ、はい、その使い分けっていうのが非常に素晴らしかったな。そうですね。それとみんなが新庄監督の方を向くように、はい、でみんながサインで動けるようにしたな、うんうんうん、あ、これがやっぱチーム力を上げてるよ。そうですよね、うん、それはね、やっぱこう口では簡単だけど、やっぱ相当な意志の強さがないとできないと思う、はい、
そうですよね、うん、あの今日のインスタグラムのストーリーズかなんかにあの新庄監督は落合さんのインタビューの言葉を載っけていて、本当に強いチームっていうのはこちらがサインを出してそれをきちっとできる選手たちが、そうすれば勝てるわけだから、サインを出してそれを選手たちができるチームが強いっていう、それを日本ハムのことをおっしゃってるんですけれども、その動画を上げていて、やっぱり新庄監督はサインを出したらそれをきちっと選手たちができるようにこの3年間になったっていうことを非常にこう重視してるっていうことを、なったんじゃなくてさせたんだよね、新庄監督が、なったんじゃないさせたんだ、強引にでもさせたじゃないと強いチームになんないから。去年一昨年とはまた全然違いますか。あ、だから昔はね、こう落ち着いてやらした方がいいとか、うん、やっぱ打順もあんまり変えない方がいいとか、はい、今でこそそんなには変わってないけど、出る選手っていうのは時々こういろいろいじったりとかいろいろしてるよね。もう言わなくなったでしょ、そのことに関して、うんうん、だそれはもう経験済みだから、はい、察してるから、うん、だから周りも何も言わないし、周りも慣らしてるから、新庄監督がほらほらもう慣れたでしょって、君たちみたいな、確かにそんな感じだから、うん、いやだからすごいよなと思うよ。そうですよね、でやっぱね、感動することが多い、うん、なんていうのか、演じさせてるよね選手たちに、ね、うん、だからツーランスクイズにしたってそうだよ、はい、もう演じさせてるよ、うん、で自分がさもなんか驚きみたいな形で、うんうん、もう喜んでるけど、いやいややらしてるからって、筋書いてるからだから俺そう俺、うん、でもやっぱそういう見せ方までうまいんよ、全てがうまいですね。いやうまいうまい、だから、うん、本当にあの感動するゲームも作るしね自分で、はい、うん、だからすごいなと思うね。あとはやっぱり2軍でいい選手いたらやっぱ即上げて即スタメンで、いや佐々木朗希の時なんか、うん、細川上げてきてすぐ落としたからね、はい、佐々木朗希用に上げて落としたから、はい、うん、そういうこともできるっていうことですよね、つまり。いや、まあ、だから全員に一軍の経験を差しみたいな、うんうん、やっぱりいつ呼ばれてもね対応できるだけのものはこう経験として与えてるしね。それ二軍の試合を実際に、まあ、見たりしてるのか、それとも二軍のコーチ監督からやっぱ伝え聞いてるのか、どうやって、やっぱもうその一貫性があるということだね、うん、まあ、新庄監督が言ったことが、まあ、二軍監督にもと伝わって、はい、それを二軍の選手たちにも通達してるというか、そういうことはあると思う。なるほど。あとはその例えば外野手とか見ても、その万波選手を外しても水谷選手を外してもまだいるっていう、その言ってた豊富さっていうのも、これだけ作ったからね、作り上げましたよね。だってロッテ戦この前やってる時に僅差でやってて、うんうん、守備固め万波使わないのかなって、ここ肩いるけどなと思って絶対使わないよね、中途半端な使い方しないよね、徹底してますね、それは、うん、すごい。でそういう使い方、中途半端なことすると中途半端な起き上がりぐらいしかできないっていう、うんうん、やるんだったらもう頭で使わないと、はい、自分がしっかりしなきゃっていうことが芽生えないというかね、うん、まあ、そういうことも考えてるのかなとは思うけど、あとはやっぱりその田中正義投手がダメってなった時にスパッと2軍に行かせ、そこに誰持ってくるんだって言った時に若手の柳川投手を持ってきた、それがズバリ当たった。ただね、田中正義の場合は新庄監督もこれは不安だなとか、うん、これはやられるなっていうのは分かってたと思うんだよね、うん、あ、そうなのか、うん、だけどやられてから落としたね。そうですね、そこは俺はもう完全に俺は分かってると思う、彼は。だけどやっぱ落ちるに納得することがいるっていう、本人が、うん、ここで落としたら前もうもったいないなと思ってても、うん、だけどここで打たれたら落とせるっていう、うんうん、落としてもう一回一からやり直させられるという、はい、そういうことも計算しながらやってるような気がする。だからそこも中途半端ではなくてってことですね。だからもう田中正義っていうのを考えながらもう考えてるもんね、次の、ああ誰にしようかっていうの、そうそうそう、なるほどな。だからもう先回りしてものを考えてるのはピカイチだと思う。すごいですね。いや本当に確かにそうだ、うん、でプラスアルファそのもう新庄監督もそうですけども、選手たちも優勝をまだ諦めてないと、うん、
いうところでまだまだっていう、そのソフトバンクマジック点灯してますし、今 9.5 ゲーム差かなついてますけど、そこも諦めてないっていうことをやっぱり話してますし、これはどうなんですか、あのやっぱソフトバンクとそこはさらに上優勝いきたいっていうのは、まあ考えるのは数字的には相当苦しいよね、うんはい、でも万が一これひっくり返すことができたら、うん、相当な俺たちは注目度を浴びるよね。いやもうかなりですよね。いや、うん、それとみんなスターになるよねみたいな。なりますね。まあそういう面白く考えてるんじゃない。 あとは選手だから諦めないでおこうぜみたいな。何が起こるかわからないし、うん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 、普通だったら2位確保いくとかね。そうですよね、まあ、そういう腹があるんだろうけども、はい、まあだけど上を目指さないと下に突き上げられるという、うんはい、まあいうこともよく知ってるし、はい、いやだからこっからやっぱこう上にね、うん、行って万が一ひっくり返したらみんな日本ハムに注目だぜみたいな、そういうことは考えてる。ああ考えてるんですね。でプラスアルファ、まあ、クライマックスおそらく日本ハム行くと思うんですけれども、そうなった場合にやっぱりソフトバンクとどっちしろ戦うっていうところを新庄監督はやっぱりそこで、日本シリーズに行きたいと思ってると思うんですけれども、そうなった場合例えば対ソフトバンクに対していいピッチャーに対してバントとかスクイズとかああいったことを戦いの中で徹底させていくみたいなことをもう新庄監督の頭の中には今から描いてたりするものなんですか。ソフトバンクのエースって誰だ。ソフトバンク、モイネ、今モイネロ、モイネロかとか有原、有原、有原に強いんだよ、日本ハムは。あーそうか、全然苦にしないんだよ。じゃあそこ別にそのバントとかっていうことでも、いやもう対等に立ち向かっていいと思う。モイネロに関して、いやそれは戦略は持ってると思う、うんうんうん、戦略は持ってても、うん、そんなに奇襲をかけたりだとか、はい、そういうことはしなくてもいいと思ってると。打っていけるというふうな感じですかね、うん、打っていける。あ、そうなんだ。それはもうソフトバンクよりうちの方が打っていけるって思ってるかも、うん、まあ、実際にあの勝ち越しましたしね、直接対決というか、まあまあそれはね、うん、3連戦で勝ち越すことはあるだろうけどさ、うん、やっぱこう揃ってきてるよね、うん、役者が、はい、それとやっぱり4番の清宮っていうのが、はい、やっぱしっかり今4番を守ってくれてるし、うん、だからそういう意味では自信はあるんじゃない。そうか、例えばじゃあこれクライマックスのファイナルステージで戦うとなると、6勝とか、6試合と5試合とかなってくると思うんですけども、そうなった場合に例えばこうワンパターン化しないような攻撃の仕方で、例えば奇襲だったりとかいやワンパターンが一番いいんだけどね、本来勝つには。いやいや、それは調子がいいっていうことだ。ああそうか、まあだけどその一つのアドバンテージをどう埋めていくかっていうね、うん、誰をその役にするかっていう、伊藤大海なのか、うんね、山崎幸也なのか加藤なのか、うんうん、まあいろいろいるけども、はい、あと北山とかも、北山とかいるけども、うん、ね、これねやっぱこう誰と誰をぶつけるかっていうのは非常に大事なことだし、うん、まあ、そこら辺はまあ戦略としてまだ先の話だしね、うん、まだ考えてないと思うけども、うん、まあ、時期が来たら考えると思う、うん、じゃあ、まあ、そんな慌てなくていい。あ、もうシーズンの中では、シーズンの中でいい位置をレギュラーシーズン取れるっていうことをまず第一に考える。いやそれはもちろんそうだ、うん、まあ、そこからだよ、どう戦略を立てていくのか、これはもう楽しみでしかないけどね。いやもうなんか新庄監督日本シリーズまで描いてたりするのかななんていうふうに。いやその前にはやっぱこう大きな壁を乗り越えていかなきゃいけないから、確かに、だからそこら辺はその足元を救われないように用意周到でいくよ、うん、彼は彼はやっぱこう繊細だし用意周到で行きたいタイプだしね、うんうん、だからそんな浮ついた考えで勝負はしてないと思う、うん、もう目の前目の前、そうそう、ってことですよね、まあ、目の前のことが大事なんだけど、こうなったら先に行けるっていうことまで考えてると思うから、うん、で先に行ったらこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、まあ、ここは考えてるんだけど、まずどこを大事にするかって言ったらもう足元を大事にする。そうですね、だからまあ大丈夫だけどね、うん、いやだからね、3位がまあちょっとロッテと話しつつ楽天もちょっと追っかけてきてるような状況になったので、まあ、上を見ればソフトバンク、下を見ればロッテと楽天がいるっていう中で日本ハムが、下は見ないよ、上だけですかね、彼は上を見てると思う。新庄監督っぽいですね。いやいや、やっぱね、引くっていうことは知らない人だから、多分、うんうん、攻めっていうことはいつも考えてることだから、引かないよ彼、引かないですかね、そこが魅力だから。
あ、そうですね、確かに。そうそうそう。あとは来シーズン、新庄監督一応今シーズンというふうに ね、おっしゃってましたけれども、ご本人、まあ、ファンも含め多分上も含め来シーズンもっていうのは、まあ、やってほしいな。豊さん的にはどうですか、一緒に話されて。やっぱね、エスコンがよく似合う、そういうこう近代的な球場が似合うし、はい、でも辞めるんだったら球界から去らないで西武やってほしい。西武ですか。西武をどう立ち直らしていくのか、これは見ものだと思う。なんかこう野村再生工場じゃなくて新庄再生工場みたいできますよね、そうなると。野村さんが生きてて今西武をやったら、多分チームになんない。それはなんない。だったらもう全然考え方の格差があるから。嬉しいですね。それは新庄監督だったら、やっぱこう格差は埋まってるし。見たいですね。いや、だからその西武がどう変わっていくのかっていうのは見たい。確かに言われると、そうですね。でもそうなっちゃうとやっぱ日本ハムもやっぱりね去らなきゃいけないわけで。もちろん。そうなってくると、ここに日本ハムの監督はな。そうですよ。困るな。豊さん、エスコンも行ってますし、解説もしてるし、OB ですし。まあ、まあ稲葉がいるでしょ、2軍にね。はい。はい、まあ、それでもう決まるんじゃないの、決着するんじゃない。と言って実は話来てたりとかあったらここで真っ先に報告してくださいよ。いやいや、まあ、そこは教えられないな。気になりますけど。まあまあだけど、やっぱ新庄監督っていうのは球界に新しい風というか、吹かしてくれるし、吹かしてるしね、はい、まあ、そうなってくるとやっぱこう困ってるチーム、これね、優勝できるチームは面白くないと思うんだ、彼も。でやっぱ西武みたいな、もうガタガタになって、はい、なんか困ってるなっていうのが明らかなチーム、似合うと思うよ。似合いますね、3年間で。そうだね、ただずっとマスクをしてられないかもわからない、西武ドームで。暑いですよ、ベルーナドームは。暑いからムスよな。だからちょっと辛いかもわからないけど、はい、まあだけどなんか、まあ、そういう話があったらちょっとやってほしいなと思うけど。見たいですよね。でもそういうふうに思わせてくれるような実績を日本ハムで3年間で作り上げてる、で今現在進行形っていうのはやっぱり新庄監督、そしてそこに一緒についてきて結果を出している選手たちっていうのはすごいなとやっぱり思いますね。じゃ短期決戦見たいですね、早くどんな試合をしてくれるか。そうだな、まあ彼の試合っていうのは楽しみだよ、日本ハムの試合っていうのは必ずこう見れない時があっても結果だけは必ず見ようと思ってるからね、誰が打ったとか。うん、だからまあ楽しみではしょうがないね。そうですね、はい、楽しみではあります。はい、はい。